きの曲はエレファントカシマシでリスタートです。この曲をねミュージックビデオで見てほしいんですけど、途中でね宮本さんね髪の毛を切りますよ。いやびっくりしますけどね、もうね、もう自分でね撮影のコンセプトにも深く入り込んでるんですけど、まあロックスターがステージにいる、それを見てるしがない生活をしている、まあ一サラリーマンのようなね宮本浩次が自分の中にもこの燃えるような気持ちっていうものがあって、この衝動をどう表していいのかわからないんだけど、でもそのグラムロックスターのようなね、まあそれも宮本さんなんだけど、それを見てるうちに自分の中でメラメラ燃えて何かしなきゃと思った時に髪の毛を切っちゃうっていう、そして、まあ自分の中で覚醒していく、イコールリスタートしていくっていう、そういうビデオなんですが、それ本当に切ってまして、で宮本さん今もう単発のもう本当にねデビュー時ってねそういう感じだったんですけど、それ以来の、まあ、30周年でデビューの30年前の髪型に戻るって、ね、なかなか人間できることじゃないんですが、すごいことになっております。このビデオを見るとね宮本浩次の短髪ってわかるんですけど、それがビデオが発表される前にライブで何気なく出てきて、そしてあの短髪の宮本浩次がいた時にお客さんどうしていいかわかんなくて、みんな本当にもうなんかライブどころじゃないっていうか、お互いにすごい微妙な距離感の中でライブをやってたっていうことがあったという話を先日宮本さんからもお聞きしましたが、今ね47都道府県ツアーをやっております。これ全箇所ソールドアウトしたということで、まあねご本人たちねものすごい改めて自分たちがこうやってバンドを続けてきたということを、そして4人という塊で生き合ってきたということを称え合っているという、そういう状況なんですが、そのツアーの一環として11月の19日日曜日大宮ソニックシティホールの大ホールでエレファントカシマシの30周年アニバーサリーツアーザ・ファイティングマンが行われます。まあねエレカシって昔からライブが長いんですよ。もう年齢を重ねていきながらどん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 逆に長くなっていくっていう、実際すごいヘトヘトらしいです。でもこのヘトヘトの中から見つかる何かというもの、その中から生まれてくる、まあなんていうか日々というもののデトックスと、そして生まれてくる新しい栄光の光みたいな、そういうものがライブの中からはっきりと見えるライブになってますので、ぜひとも皆さんエレファントカシマシの47都道府県ツアー見届けてほしいなというふうに思います。鹿野アッシがお送りしてきましたインテFM897ライブアローン、最初の放送だったんですがどうだったでしょうか。